ありがとうございます。わけのわからぬまま教えてもらった本棚の下の方を覗き込んでみると、確かに大量に新聞が置いてある。しかもどうやらこの辺りが村の事件や事故をまとめたエリアのようだった。どうしてわかったんですか？僕がこの村のことを書いている新聞を探してるって。そないなもん一目見りゃわかるやろ。そこまで語ると女性はそこでちょうど本を読み終えて席を立ち、初めてこちらへ視線を寄せて口を開く。まずその容姿や服の着こなしに割といい男にもかかわらず、この辺りで見た記憶はない。ほん、旅行者でのんびり図書館っていうのも考えづらい。となると最近ここいらに越してきたもんや。本が好きで通ってた人種なら見知らぬ図書館でももうちょいうまく本を探すやろうけど、その様子もない。そして表情を見るに、鼻歌混じりで本を借りに来たんやないとなると、なんか探し物をしとるってことや。そんで村の歴史の棚に2回やってきてため息を吐くっちゅうことは、類似したもんを探しながらもこの古臭い歴史とまではいかんないよってことや。となると思い当たるのはここ数年までの事件や事故、すなわち新聞の切り抜きがまとめてあるそこの本を探しとるってことになるな。簡単やろ。コツコツ歩きながら僕がいる一般図書スペースへとやってきながら披露する彼女の的確な推理に、思わず僕は拍手をしたくなってしまう。なるほど、すごいですね。大当たりです。ま、大したことあらへんよ。いやいや、感服しました。僕と同い年ぐらいなのにすごい推理力ですね。まるでドラマに出てくる探偵みたいでした。あんた学生やろ？ああ、はい、そうですけど。なら、うちの方が年上のお姉さんやね。こう見えてビールを愛するお年頃やからな。まあ、若く見られたのは褒め言葉と受け取っとくわ。すいません、年上だと知らずに。かまへんかまへん、細かいことは気にしない主義やね、うち。背丈からなんとなく同い年か年下だと思っていたせいで、思わず失礼なことをしてしまったと謝るも、気にした様子もなく笑い飛ばしてみせる。その明るい性格とフランクな態度は、人見知りな僕から自然と会話を引き出してしまう魅力を秘めていた。うちは五色類。少年は？五色類。あ、僕は大きな政治って言います。聖司くんか、よろしゅうな。はい、よろしくお願いします。あちらがフランクに自己紹介するものだから、つい勢いで名乗りを上げて握手まで交わしてしまう。その時点でおかしいと気づくべきだったのだが、時すでに遅し。どうやら、ルイさんの興味深という名のアンテナにもろに引っかかってしまっていたらしい。それで何を調べてたん？自己紹介もしたことだしと言わんばかりの勢いでぐいっと顔を近づけて、そんなことを聞いてくる。後ほど知ることになるが、ルイさんにとって謎の探求とはライフワークであり、珍しい来訪者をみすみすと逃がすわけがないのだ。さすがに母の死の真相を知りたいなどと物騒な話を馬鹿正直にするわけにもいくまい。どう答えるべきか迷い、数瞬考えた末。なるほど。どうしようかな。本当のこと話してもいいし、ごまかしようは一応あるのよ。本当のこと話してもしゃあないからな。なんだろう。最近越してきたばっかりだから、自分がいない間にこの村で、何があったのか知りたくなってっていうのでごまかすことはできるから、やっぱり
そうですね、ちょっと越してきたばっかりなので、どんな村なのか気になったもので。へえ、そこも嘘つくんだ。嘘やな。そんな理由だけでわざわざこないな場所に調べに来るわけがないやろ。それとも何かこの村の悪い噂でも耳にしたんか？いえ、そういうわけじゃ。実は昔この村に住んでまして、出戻りなんですよ。だから自分がいない間に起きたことを調べたくて。だよね。今度は半分嘘やね。え？もし本当にそうなら、かつての知り合いにでも聞けば済むことや。せやろ？そう来たか。なるほどな。これはまあ、つまり誰にも聞けない事件を調べたかった。それも慣れない図書館に来るくらい重要なことや。となるとうちと同じで、自分にとって大切なもんのために調べたいことがあるってところやな。うちと同じで。あ、すごいですね。本当にあなたに隠し事はできそうもないです。まあええわ、出会うたばかりでいろいろと詮索するのもなんやしな。今日のところは堪忍しとくわ。そう言うとルイさんは、くるりと僕に背を向けながら詰め寄っていた距離を話す。うちはこの村についてちょっと興味があってな。歴史からきな臭い事件までいろいろと調べとるんや。普通に考えたら村って調べるようなことでもないんだよな。もしあんたがうちと同じもんを求めてるんなら、いつかまた会うことになるかもな。真実ね。ほなまたな、誠治君。意味深な含みを持たせながら、ルイさんは一方的に話を終わらせ、あっさりと立ち去っていく。背中を向けたままひらひらと手を振りながら歩き去る彼女の後ろ姿をぼんやりと見送る。五色ルイさんか。なんていうかすごい人だったな。なかなか彼女の形容する言葉が見つからず、そんな感想を漏らしながら嵐が過ぎ去った余韻に浸る。相当な変わり者であることは間違いないだろう。と、僕も本来の目的に戻らなくっちゃ。しばし悪気に取られているも、正気を取り戻した僕は改めて新聞の山に手をつけるのだった。これも関係ないか。その日の夜、結局図書館での収穫はなく、一日で調べられる分量でもなかったため、いくつか借りてきた気になる本を読んでみるも、結果は同じだった。この様子なら夏季休暇などを利用してがっつりと調べてみなければ、手がかりなど到底見つけられないかもしれないな、と軽くため息を漏らす。誠治君、起きてる？お？部屋に借りた本の情報をまとめていると、ミーナの声と、控えめなノックの音に遮られる。うん、起きてるよ。どうしたの、ミーナ？あ、うん、ね、明日ってお休みじゃない？それで何か予定あるのかなって。デートだ、デート。そうだね、特にないけど。明日も図書館へ行こうかと迷っていたところだったが、それも必須ではないので、そう答える。そっか、よかった。明日みんなでいつもの場所に遊びに行く予定だから、よかったら誠治君もどうかなって。そうだね、暇だし、お言葉に甘えることにするよ。ということはいつもの場所ってのは知っとるんか。なるほど、子供の頃から行っとる場所やんな。つまりそういうことやんな。え？あれ？いつもの場所とやらがどこかは多少気になったものの、どこであろうと構わないと思い、特に問いただすこともなく二つ返事うなずく。え？おいおい、ダメだぞおい、童貞。
ダメだぞそういうの。会話を広げんと、ヒロインと。そこはなんだよ、別にどうでもいいから、別にその聞いたところでな、わからんしなとか言って、なんかそんな自己完結して話を遮ってしまうと、ヒロインとのね会話ってのがなくなるわけよ。おい童貞、女の子と会話を広げる好感度を上げるには必要なんだぞそういうのが。本当？それじゃあ明日は8時に家を出るから、その頃に玄関前に集合ね。早くね？早くね？そしてどうなんだろう、どんな格好していけばいいんだろう。うん、なんかあれだよね、政治家のさ、ちょっと余談なんだけどさ、全く関係ないんだけどさ、政治家のさ、麻生太郎っておるじゃないですか、あの自民党のさ、あの人ってまあ麻生財閥というか麻生家というかさ、まあ、九州のものすごいあのでかいね会社とかを持ってるグループなわけよ。ね、で自分も政治家やし、家族もなんか経営者とかすごい塊があってさ、昔からその社交界みたいなところにすごいね、あの顔を出しとって、いろんなねあのことやっとるわけじゃないですか。この麻生さんがね、なんかそのなんだろう、必ず3つのことしか聞かんのやって。うん、あのそのなんかその予定があるとき、それこそこの政治じゃないけど、あのなんだろう、もう自分のその立場みたいなの分かっとるから、別にそれに対してああだこうだ問いただすんじゃなくって、ちゃんと秘書とかがそういうこと管理しとるから、その麻生さんは何か物事があった場合に時間と場所とドレスコード、この3つしか聞かんのやって。だからいつどこでどんな格好をしていけばいいのかっていうのを3つだけを聞いて、あ、例えばどこどこホテルに何月何日何時に、スーツというかね、清掃できてくださいとか、まあカジュアルな格好で OK ですよみたいなとかさ、だからそういうのしか聞かんのやって。うん、それくらいなんかその自分の立場とか分かってる人とかだったら、もうその3つの言葉であればもう行くのは決定しとるから、うん、ね、呼ばれたからにはあのよほどね、そのやっぱ秘書とかのがさ事前に恥じたりするから、うん、ダメなものはね、そういうことがあったりするんやって。そうでもないだろ政治、お前は。うん、わかった。おい、格好は動きやすい格好なのか、それともなんかね、普通のなんかなんだろう、おしゃれな格好なのか、どっちや。それじゃあ聖司くん、おやすみなさい。おやすみ、いいな。ミーナはこちらの返事を聞くと、嬉しそうにそそくさと寝る準備をするために部屋へ戻っていく。早く明日になってほしいといった軽快な足取りの後ろ姿を微笑みながら見送ると、再びドアを閉める。明日はみんなで遊ぶか。僕は今日の昼休みのゲットゲームのことを思い出して、思わず笑みがこぼれてしまう。負けはしたものの、みんなのことがよく分かったし、これから仲良くやっていけそうな手応えも感じた。明日は楽しい休日になりそうだな。思わぬ飛び入りの予定にワクワクしつつ、ミーナを見習って明日のために早めの就寝をするべく、本を閉じベッドに潜り込むのだった。で、次は確か4 day、 多分セブンデイで終わると思うから折り返しだと思うんだよな。怖えな。なんかすごい楽し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 いことが起こるんだろうな。怖いな、怖いな。翌朝、僕は痛く複雑な心境で待ち合わせ場所へ向かって、歩いていた。その原因はミーナの横でえらく上機嫌な様子でのんきに歩いているその子のせいである。楽しみだな、ピクニック。お前カグヤ、お前マジか。
わ、マジか。セイジは？セイジは思い出した？それとも？そう。あ、思い出した。どこからどう見ても先日会った謎の少女、かぐやだ。あの日の出来事は夢なのか現実なのか自分でも判断しかねていたところへ彼女の登場だ。忘れた頃にやってきたな。すごいな。この差し込み方はえぐいな。忘れた頃にやってきたな。そりゃ複雑な心境にもなるというものだ。謎めいた少女かぐやとの再会はあまりにも予想外で拍子抜けするものだった。それは現在よりも少し前、今朝の話に遡る。うわ、おはようございます。おはよう、誠司くん。おはよう。ロズマ、今日も綺麗だな。おはよう、お兄ちゃん。あん？急にかよ。急にかよ。すごいな。お、今日はちょっと朝食豪華ですね。気づいてない。ちょっと張り切っちゃったわ。たくさんあるから、誠司くんもいっぱい食べてね。でも、この卵焼きは私のだよ。甘くてふわとろで、とーっても美味しいんだから。ああ、わかったよ。ん？あまりに自然に食卓にいるせいで、思わずスルーしてしまっていたその違和感にようやく気づき、寝ぼけていた頭が一気に覚醒する。ちょっと待って。なんでこの子は平然と食事してるの？あれ？もしかして誠司くん、かぐやちゃんのこと知ってるの？いや、知ってるというか、なんというか。お兄ちゃんは、私のお兄ちゃんだよ。ね、あら、妹さんだったの？違います違います、おそらく一人っ子のはずです。なら兄みたいに慕われているのかしら。とっても仲がいいのね。ミーナ。ん？何？この子ミーナの知り合いなの？ううん、違うよ。え？あり得る可能性を真っ先に尋ねてみたものの、あっさり否定されてしまい、全く状況が理解できずに困惑してしまう。じゃあひなこさんの知り合いとか？はじめましてよね、かぐやちゃん。うん。ニコニコと無垢な笑顔で卵焼きを頬張り、ご満悦なかぐや。なぜこんなことになっているのか、謎は深まるばかりだった。それじゃあ、どうしてここに？拾ったの。拾ったの。田舎の人間っていうのは何でもかんでも拾うのかい？あ？まるで子犬か何かかのようにとんでも発言をしてくるミーナに、思わず情けない声で返してしまう。拾ったってそんな。今朝もいつもみたいに庭園で水やりをしてたらね、うん、かぐやちゃんがフラフラーっとそこにやってきたの。はい。それですっごくお腹が減ってたみたいだから、一緒にご飯どうって誘ったの。私がお腹減ってもうダメだって倒れてたら、ミーナちゃんがご飯くれたの。すごいな、やっぱ田舎コミュニティすごいな。助け合いだな、助け合いの精神だな。ん？なるほど。
なんとなく経緯は理解できたが、どうやらミーナの天然なお人よしが発動して、結果的に餌付けに成功して現在に至るということだろう。まるで本物の家族かのように懐いていたかぐやを見るに、二人ともすっかり仲良しになっているようだ。そうだ、かぐやちゃん、私たちこれからみんなで遊びに行くんだけど、かぐやちゃんもどう？え？いいの？もちろん。ね、聖司くん。ああ、それは構わないけど。やったー！気をつけて行ってくるのよ。はーい。そして今に至る。おお、というようなことがあり、現在に至るのだ。ねえ。かぐや、楽しみだね、お兄ちゃん。ああそうだね。みんないい人だからきっと楽しめると思うよ。無邪気に楽しそうにしている二人を見ていると、変に構えている自分がバカらしくなってしまう。まあ今はまだ聞かなくてもいいか。この雰囲気を壊すのもはばかられるし、一旦この間の出来事を追求するのは諦めて、しばらく様子を見てみるかという結論に行き着く。甘い考えかもしれないが、やはり何度接しても彼女に悪意や殺意は感じられない。あまりにも純粋なその小さい子供のような振る舞いが演技であるとは到底思えないのだ。どうしたの？お兄ちゃん、早く早く。なんでもないよ、今行くから。人の悩みも知らずに歩いていく二人に呼びかけられ慌てて追いつくために歩幅を早める。これ以上は気にしていても仕方がないと切り替えて、僕はこの村に来て初めての休日を謳歌することにしたのだった。ここがいつもの場所ではないやろな、多分。ここでみんなで集合していつもの場所に行くんだよな、きっと。ん？何よ、このちんまいの。方言。集合場所の神社へ到着すると、早速見慣れないかぐやへとみんなの視線が集まる。あら、すごく可愛い子ね。お前犯罪やろ、その姿。ツバメさん、ノーブラじゃん。ツバメさん、巫女服の下にはそんなものが隠されとったんか。おいー、脅威の格差社会3倍ぐらい違うねよ。腹出とる腹。おいー、思春期は爆発するって。主人公の思春期は爆発するって。おいー、かぐやはね、かぐやっていうの。ほう、タケルはな、タケルって言うんだ。よろしくな。やばい、一発で波長があった。タケル、よろしく。タケル、なんで早くも意気投合してるのよ、あんたら。すごいな。着物だし、お人形さんみたいに可愛いよね。同感。それ、熱くないの？なんで？普通だよ。なんていうか、元気はつらつって感じね。ちゃんと振り仮名振ってくれとる。ありがてえ、ありがてえ。誰かの妹さんとか？まさか二人の隠し子？やめてくれよ、年齢的にお前10歳とかで産んどるのよ。そしたらどころ、10歳どころじゃねえな。7歳とか6歳とかで産んどんねん。
そんなわけないでしょ。まあいろいろあって友達になったんだ。うん。それでね、今日はかぐやちゃんも一緒に遊ぼうかなって思って連れてきたの。ま、いいんじゃない？むっつり朝男先輩よりは全然受け入れられるでしょう。何より可愛いし。あのさ。何よ。いや、まあいいけどさ、比較対象にされるのは納得いかなかったけれど、歓迎ムードが作られるのであればこの際よしとする。それで今日はどこに遊びに行くの？実は自分もあまり聞かされてないんだけど。聞いてないからやって。よくないな、こういうのよくないな。こういうのよくないな。すごいよくないな。自分が聞いてないのに聞かされてないっていうのはよくないな。そっか、聖司先輩も初めてだっけ。も？昔一緒に遊びに行ったことがある場所だよ。あそこよ、あそこ。と言ってアンズが指さしたのは目の前にそびえ立つ山のてっぺんだった。おい、だから言うたやん。だから言うたやん、時間と場所とドレスコード、こういうことよ。ね、こういうことね。言っとる意味分かったでしょ、言っとる意味分かったでしょ。時間、明日の朝8時ね。場所、集合は神社で、ドレスコード、動きやすい、歩きやすい、動きやすい格好、歩きやすい靴。まあどうせ聖司の場合はスニーカーだろうけどさ、なんか日常的にブーツを履くような趣味のやつがおったらさ、これでもう積むわけやねんか。女だったらヒールとか履いとったら終わるわけやねんか。パンプスとかでもやばいしね。そういうことよ、そういうことよ。時間と場所とドレスコード、わかりましたか。ただの登山ってわけじゃないなら、なるほど。そこにある場所を思い出すと、ようやく今日の目的地を理解する。この山をしばらく登り、中腹にあるあそこへ行くということなのだろう。そう、竹取自然公園だね。そこにあるのは自然あふれる山間の大きな広場。休日は多くの人でにぎわう自然公園だ。ほん、多くの人でにぎわう。こんなっつったら失礼かもしれんけど、村レベルでにぎわうってことは、なんか村の集会でも開かれてるのかな。観光客っていうあれじゃないからさ、やっぱ村の特性的に。へえ、みんなの集い場なんだ。さまざまな広場や森があり、最近では珍しい大型遊具も多く、ソリ遊びができるゲレンデや花がにぎわう草原に展望広場、バーベキューセット貸し出しなんかもやっている。すごいな、レジャー施設やん、こんな田舎に。すごいな。特筆すべきは散策できる竹林があり、そこには有名なあの竹取物語がイラスト付きで楽しめるパネルが各所に設置していたりもする。一般的にイメージする公園よりもはるかに大きい場所であるため、初めて行った時はワクワクしたものだ。とはいえ立地的に山を登らなければならなかったため、体力のないミーナが嫌がり数えるほどしか行かなかったわけだけど、そんな子供の頃とは違い、えらく上機嫌な様子の彼女を見ていると、こちらまで当時のワクワクした気持ちが湧き上がってくる。それじゃあみんな揃ったし、行きましょうか。おいー。おいー。何回見てもやべえな。リアルだったら、動画だったらもう犯罪やで。聖司君前かがみやで。本当に。やっぱでも山だからいいよな。山だから自然と前かがみになんねえか、体勢が。あの、坂を登るわけだからさ、重心を前にするために自然と前かがみになんねえか。そしたら聖司君、いいよね。ただ俺はここでちょっと物申す。ひよこソフトに物申す。へそ書いてほしかったな。あれなんか、へそ書いたら、
へそ書いたらあかんかった理由があるから、へそ欲しかったな。でもなんか普段出すよりもなんかそのイベント CG とかでチラッと見えた時の方がやっぱ魅力的になるから、そういうことなんかな、そっちを狙ったのかな。そうだったらちょっとねごめんなさい、うん、でもへそは見えて欲しかったな。今日もいつもの自然公園で遊び倒すわよ。お前スカートで最強かよ、よう考えたら。ミーナもそうだけど、自然公園で大型遊具とかソリだっつったもんだって言っとるのにスカートで最強かよ。しかも割とお気に入りの服やろ。お前最強かよ。あーミーナも、おお、カグヤは例外だな。多分服これしか持っとらんだろうし。女性陣の元気な返事を合図に一度は山へと向けて歩き始めるのだった。おーおーな、うわすげえ、パンプスとブーツとブーツ、あすごい、あそのネクタイ締めとる、あドレスコードって重要だったやろ。とあれやな、やっぱあの全員揃ったな、立ち絵のあれで、学校の立ち絵の時に話したけど、ミーナはでかいカバン持っとるな。へえ、で弁当持っとるやろ。で多分こいつは遊び道具やな。お前セイジどうした、セイジじゃなかった、お前どうした、すごいな、コンビニの袋持ってる、すごいな、個性が出とるな、差し入れやろ。それにしてもみんな結構な荷物だね。僕なんか何も知らなかったから手ぶらなんだけど。おい、またそれ良くないぞ。私とお揃いだね、私も手ぶらだよ。もう中身は遊び道具やちょっとしたキャンプセットだからな、いつものことだし役割分担があるんだ。だな、だから気にしないでいいぜ、セージ。重い荷物は俺に任せろ。頼もしくて助かるよ。私も何か持ちたい。うんと両手を前に出し自分を手伝うアピールをするかぐや。手ぶらでラッキーと思っていった体力にはあまり自信がない僕とはえらい違いだ。それじゃあ、はい、かぐやちゃんにはこれを持ってもらおうかな。私ちゃんと持ってるね、落とさないよ。バンズから手渡された食料の入った手提げバッグを嬉しそうに両手で持つカグヤ。みんなの役に立ちたいと頑張っているその姿に僕は思わず頬が緩む。タケル、やっぱ僕も何か持つよ。こんな頑張っている女の子にだけ荷物を持たせるというわけにもいかず、結局僕もそう提案する。なんでよお前、それ考えたらミーナのこのピンクのバッグ一択やろ。おいおい童貞、それかツバメさんの話やろ。まあかぐやは例外だとしても、アンズの荷物を持ってあげるね、そういうのはまあ流れとしてあるじゃん。だからお前ミーナだろう、どう考えても。おいー、なんでタケルなんよ。おう、サンキュー。それじゃこいつを頼む。男になれ、セージ。セージ男になれ。うん、これくらいならなんとかなりそうだ。何が入っているのかわからない小さなバッグを渡されて、肩にかける。そこまで重くない荷物を選んでくれたおかげで、これなら体力にも影響なく足手まといにならずに済みそうだ。そうそう、ツバメさん聞いてくださいよ。昨日学校でゲットゲームやったんですけど、ほんと鈴風先輩ってばひどいんですよ。ひどい？どうしたの？かぐやちゃん、はい、飴あげるね。ありがとう、ミーナちゃん。タケル、
次の曲がり角までに小動物が何匹見つかるか勝負しよう。え？またすごいすごい勝負だな。そんなに北海道みたいな長い道路歩いとるん？道路というか道歩いとるん？すごいな。でもあれだな、多分ミーナには勝てんだろうな。うん。ミーナ相手だとね、あのみんなおいでーとか言ったらなんかあの雑木林の向こうからふわーって来るんやろ。なんか数十匹。いいぜ。先に見つけた方がポイントな。デカさも評価に入れようぜ。セージもどうだ。昼食のおにぎりでもかけて。やべえ、飯抜きになる。まあいいけど。ワイワイとおのおのが好き勝手に会話しながら目的地を目指してひた歩く。かつてここを通った幼い頃はとにかく山道が大変で疲れて嫌だった苦い記憶しかなかったけど、こうして成長した今になってみれば全く違う印象になる。目的地へ向かって友人たちとくだらない会話をしながらの山歩きはそれだけでも楽しいと感じるものだった。みんなと一緒ならどんな場所でもどんなことでも楽しめる。きっとそういうことなのだろう。そうだ、みんなせっかくだからかぐやのために自己紹介しようよ。そう、竹取記念公園でかぐやの話をするんか。なかなかに感慨深いなこれって。うん、素晴らしい。そういえばそうね、まだ自己紹介してなかったわ。私はアンズっていうの、よろしくね。俺は凌介だ。私はツバメ、よろしくね、かぐやちゃん。正面すごいな、横に出てやがる。おもろ。わかるその気持ち、わかるぞその気持ち。俺も凌介が覚えれなくて。次々と自己紹介され必死に覚えようとするかぐや。さすがに名前だけで一気には覚えられないかもしれないけど、きっと大丈夫だろう。みんな個性的なメンツだし、こうして一緒に遊んでいればすぐに覚えられるはずだ。僕もまだ新人みたいなものだからさ、今日一緒にみんなと仲良くなろうよ。うん。僕のそんな言葉にかぐやはニコニコと無垢な笑顔を見せてうなずいてくれる。それは楽しい休日を彩る新しい仲間が増えた瞬間を表すものだった。